for us? まあ思ったより体も動けてますし、まあ今日ゲームだったり、まあ、ゲーム形式を中心とした練習でしたけど、まあチームとしてもコンセプトを中心向けて、まあいい形で練習できたんじゃないかなというふうに思います。そうですね、まあ、ワールドカップを経験している選手もいますし、まあ、そういう選手にまあ、プレーのところでもそうですし、まあ、オフザピッチのところでも、まあ、いろんな話を聞けばすごく自分自身も勉強になりますけど、まあ、学ぶだけじゃなくて、まあ、自分の力っていうのをしっかりと示さないといけないと思っているので、まあ、そこはまあ、学ぶことだけじゃなくて、まあ、そういうふうに自分自身のパフォーマンスというのも、まあ、しっかりと示していきたいなというふうに思います。南米のチームとはなかなか試合する機会も少ないですし、まあ、こういうふうに国が本気の戦いができるというのはすごく貴重な経験だと思うので、もしチャンスがあればしっかりとこう積み上げてきたものっていうのを発揮したいですし、チームとしてもいい結果で終われるようにまずは一戦一戦しっかりと戦いたいと思います。まあ体格のいい選手もいますし、まあビッグクラブでやってる選手もいると思うので、まあそういう選手には警戒しますけど、まあ警戒するだけじゃなくてやっぱり自分たちの持ち味っていうのを出せば、まあ、通用する部分もあると思うので、まあそういうのを日本の強みっていうのをどんどん出していきたいなと思います。まあ、まずは大会に向けて限られた時間ですけど、まだチーム力っていうのを上げていきたいですし、まあ、自分としてもチームとしてもしっかりといいパフォーマンス、いい結果で終われるように準備したいと思います。